何を怯えた顔をしておるのか、お前たち。いえ、お父様が大変お元気そうなので、ほっとしただけです。クラウスとの賭けに負けて悔しいと素直に言えばよいのに。さてと、お前たちの就寝している我が財産と当主の継承について、今宵は重要な発表をしようと思う。まず最初に、今日まで誰もあの碑文の謎を解けなかったことを情けなく思う。よって碑文による当主の選抜を中止することを宣言する。ならば、当主は長男のクラウスに継承されるのか。答えはノーである。ならば、エヴァ、ルドルフ、ローザに当主の資格はあるのか。これもノーである。当主継承に値する何者も築き上げてこなかった出来損ないどもめ。ではお父さん、次期当主についてはどういうお考えをお持ちですか。私は誰にも引き継ぐ気を失った。よって後ろ宮家は私の代で終わりだ。そういうわけには。黙れ。何も稼げない、何も残せない出来損ないどもめ。金蔵さん、よろしいかな。うん。息子さんたちはお金では買えないたくさんのものを築き上げました。ほう、何を築き上げたというのか。家族です。孫たちは金蔵さんの偉業を後の世に伝え模範とするでしょう。それはお金がいくらあろうとも孤独なる身にはなせぬことです。なるほど、ならば考えを少し改めよう。